バンダレ・アッパースは、イラン南部の都市、ホルモズガーン州の州都である、ホルムズ海峡北岸に位置する港町であり、2005年の人口は約35万2千人、アッパースの港の位。当初は、バンダレ・アッパース位と言われていたが、略して、バンダレ・アッパース、さらにバンダル・アッパースとなり、現在のイランや西欧語ではこの用法が、最も多い。 日本語での報道などでは、バンダルアバス、バンダルアッパスと名もある。8世紀頃に、海上交易路と陸上交易路の交点として存在していたが、16世紀に一時ポルトガルが支配した。1615年にサファービー町のシャー・アッパース一世とイングランドが共同して、ポルトガルを追放した。その際に、シャーの名にちなみ、町の名前がバンダリ・アッパースにされた。 町はイングランドの影響下で繁栄するが、18世紀には衰退している。ただし、港湾都市としての重要性は変わらず、現在でもイランの主要貿易港の一つである。軍港でもあり、フリゲート、サハンドを中心とする艦艇軍やロシア製 S-300 地対空ミサイルなどが配備されている。ありがとうございます。